こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。S800 ね、誰が乗ってるの？今日は、ミックブーハンだぜ。あら、ガードナーじゃないのね。で、ホンダの話？ちゃう。今日は、ウプ主下手なくせに大好き。下手なことがありすぎてわからないわ。確かに、ウプ主は不器用だな。何系？見たらわかるぜ。これ系だぜ。BGM 消すぞ。え？あ、取り消す。ウプ主が実家から持ってきたぜ。20年ぶりに起動させたが、ウプ主のは普通に動作しているぜ。セイガートを歌ってしまうな。真っ白、動いてる？日付時刻合わせ画面ね。昔の電化製品だな。あら、また止まっているわよ。動いているんだが、慌てたウプ主は、マウスでやっているから反応しないんだ。やっとコントローラーでやって反応したぜ。発売日が出ているが、もう直さず決定だ。お。また、セイガーだな。真っ白、動いてる？真っ黒、動いてるのよね？ロードが長いんだ、当時は普通だが。PS5 なんか、ないわよ。はい、まだセイガー出ます。またかい。お。とりあえず、プレイだぜ。確認音が可愛いわ。何回セイガー出すねん。真っ白になれたわ。真っ黒にもね。でも長いわ。PS5 と比べたらあかんで。止まってない？はぁ？セイガーがかっこよくなったぜ。やっと始まったわね。懐かしい画像だぜ。ウプ主はゲーセンで初代からやっているが、アンジュレーションがある、3が一番好きだぜ。世間じゃそのせいで一番評判悪いわよね。ウプ主らしいな。それと、ウプ主はこのオープニングの音楽が一番好きだぜ。今でも車で Bluetooth で飛ばして聴いているわ。ウプ主、3が好きだよな。ウプ主、稼働前のロケテストに、大阪はもちろん、東京横浜までやりに行ったぜ。アホね、別に何回も並んだぞ。アホね、1回100円じゃなくて2、300円だったぜ。アホね、当時はドリマガを読み漁っていたから。3で3ボタンから4ボタンに変更されたのも、当然知っていたぜ。エスケープボタンね。ウプ主は小指で押していたぜ。当時は珍しくて、対戦が始まったら、とりあえず意味もなく押していたな。4から3ボタンに戻ったけどね。アンジュレーションも戻されてなくなったな。最新作でも池に落とされたり、柵越えで外に投げ出されたり、単純に柵なしステージで押し出されたり、リングアウトはあるが、よっぽどやられてる？3の再ステージで屋根から落ちたり、サラステージで地下鉄にぶち当たったり、変に楽しかったよな。ワンツーより新しいものを作ろうとしたのね。ガチの対戦格闘ゲーマーには、いらない要素だったんだろうな。DOA のステージが好きくらいの、ウプ主はハマったのね。そうだな、オープニングが終わったぜ。確かに音楽とオープニングムービーは、今でも最高だぜ。ウプ主だけかもしれへんけど、始めないの？ウプ主、まだ端的してるな。スタートボタンを押さず浸ってるのね。ゲーセンでも同じだが、ずっと放っておくと、クリアタイムのランキングの画面になるぜ。表示されるランキング内に入ったら、みんなイニシャルを入れていたわ。これだ、これだ。ビジュアルメモリのデータが飛んでるから。工場出荷時の状態だな。1位の、YU って、鈴木優、大先生やろな。あ、ウプ主をした。相変わらず、美しい音色だぜ。中毒症状ね。今では常識のネット対戦はないが、結構いろんなモードを搭載しているぜ。ウプ主、確認中ね。ウプ主、老眼が入ってきて、モードの字体が独特で読みにくいぜ。そりゃ年だからねー。なんとかノーマルモードを探し出すぜ。押すのね。やっぱり、いい音色だぜ。ウプ主、このキャラ選択画面の、音楽も大好きだぜ。パイを使うのね。ウプ主、初代からずっとパイだぜ。決定しないの？3のパイが懐かしくて見とれているんだ。アホやな。瞬きして眉が動き、こっちを見たから選んだな。PS5 のことは言わない。リオンから始まるルートね。最新の e スポーツでも同じだが、キャラが多すぎて全員とは戦わない。言わない。アンジュレーション付きリオンステージだぜ。アンジュ以外の雰囲気は最新と変わらないわね。
鈴木杏樹。言うと思ったわ。まあ、一度は言わな。リオンネイ、2で追加された時は。なんじゃ？こいつって感じだったわね。トリッキーで癖が強すぎだな。普通の CPU 戦じゃ序盤の最後くらいに。出てきて、癖が強くて動きが読めないんだ。うぷぬし、いつもリオンに負けていたわね。なかなか倒せなかったな。リオン使いとの対人戦は嫌よねー。うぷぬしは苦手だぜ。それがスリーのこのルートじゃ。最初に出てくるから助かるわね。そうなんだ、デフォルト設定でも負けない。リオンはどうでもいいが、うぷぬしの対は。勝ち続けているぜ。当たり前だけどね。うぷぬし、始める前オプションを全くいじっていないので。3ラウンド選手設定のままだぜ。疲れるわねー。うぷぬし、もう疲れているぞ。やっぱりアンジュレーションは楽しいぜ。投げられて階段の一番上に行ったわね。ダウンからの起き上がり方も懐かしいぜ。コイン選却で KO だぜ。コマンド KK で簡単だ。うぷぬしはすぐ使うわね。このコイン選却なんだが、見ての通り、足を上げて一発蹴って、戻すときもう一発上から蹴るよな。それが、これを見た、あのジャッキーチェンが、一回の足の上げ下げで、二回蹴っているのよね。こうなんやこれがほんまもんや。と、大絶賛したらしいぜ。鈴木雄大先生はやっぱりすごいわ。なんて言ってる間にジェフリーだぜ。このステージはアンジュレーションがあっても、あまり面白くないね。だな、それと、うぷぬしが、初代からパイを使い続ける理由だが、このジェフリーやウルフや、ジャッキーやアキラもだな。あ、高嵐も加わったな。それで？パイは技の出が早く、勝てるんだが、そうだね、負けた時にな。ほう？あんな男たちに勝てるわけないやん。キャラ負けやー。と、言い訳したいからだぜ。アホやなー。サラじゃあかんかったん。あれはほとんどジャッキーと性能変わらんし。言い訳しにくいのね。それと、黄色人種のカンフー女性が好きだったんだ。うむ、微妙に変態ね。うぷぬしは相手がダウンしたら、自動的に演習雷撃を出してしまうぜ。起き上がらない奴はいいが、避けられると、確実に反撃を食らうわね。普通、雷印象だよね。わかってはいるんだが、うぷぬし、ちょん斜め下にレバーを入れるのが、苦手だぜ。偶然入るときはあるけどな。できる人には尊敬ね。そうなんだ。おお、蹴っとるわ。あ、避けられたね。で、反撃食らって、叩きつけられます。ステージ2で負けるの？さっきキャラ負けの言い訳か？ゲージほとんど全部赤だわ。勝ったみたいだが、視点変更で。よくわからんので、リプレイで確認だ。視点変更機能は使えないわね。うぷぬしもグランツーリスもセブンとかレースゲームじゃ、逆にコクピットからの視点でしかやらないが。対戦格闘では使わなかったぜ。アキラが3人目に出てきたわ。ボーナスステージ前の、ボス的存在じゃないんだな。このアルファベットの字体もいいよな。スリーが好きねー。うぷぬし、エスケープボタンがほとんど押せてないな。この後のスリーボタンに慣れて押せていないのね。アキラステージは、周囲の板との境目にわずかなアンジュレーションが、あるくらいで最新とほとんど変わらんな。スリーはアキラの顔がかっこよくないわ。言えてるぜ。あと、オープニングなんかに使われている。ジャッキーの絵が怖いわ。それも言えてるぜ。痩せて青白くて、なんか変な薬やってます？か、どこか病気ですか？とりあえず、末梢血採血しましょう、って感じ。そうそう、大型バイクは起こさないでね、だね。CPU アキラも3人目じゃ、まだ弱いな。蹴って、もう一回蹴って、ダウンしたら飛んで。当たらず、仕方なくパンチね。3人目じゃなかったらボコボコに反撃されてるな。最低あと1ラウンド勝たないと負けそう。やっぱり、3ラウンド選手は、うぷぬしにはきついぜ。どうでもいいが、最近のネット対戦で、負けそうになっているアキラが、しゃがんで、ずっと下段の蹴りを続ける奴がいる。もう、コザックの踊りかーって感じなんだが、パイは軽いから、下段ガードしても、ずっと押されて、リングアウトさせられるぜ。やめろー。何を熱く語ってるのさ。すまん、興奮してた。アキラだけじゃないけどなー。うぷぬし、勝ったわよ。お、次は？パイやー、同キャラ対決やー。パイは美人になったよね。4人目で CPU パイやー、強いでー。聞いてないし、
始まるわよ。おお、屋根や屋根や、一番好きなステージだぜ。設定じゃ確かお父さんのラウの中華料理店の屋根だったんじゃ。てか、CPU の 2P5、めっちゃ強いやん。もう、うぷぬしボコボコ。また、2P5 のコスチュームが微妙だったりするぜ。回り込まれまくっているわね。ダメだ。はい、負けましたー。リハビリが必要ね。セリフを言われちゃうな。もう、なんとでも罵倒してくれー。ラウンド2よ。うぷぬしは HP のコスチュームの方が好きだぜ。この頃は2種類だけど。お、投げたじゃないの。偶然入ったな。ガードしながら避けるよねー。お、浮かせてダウンさせたじゃない。確かにゲージは結構奪ったな。あららー、まだゲージは勝ってるぜ。勝てるかも。ガードしなさいよ。うまいのかどうかわからん。豪快に空振りね。当てなさいよ。あー、落とされた。前の道路、センターラインがあったんだな。言われるわね。はいはい、わかりました。このアングルの回り方がいいな。ダウンよ。飛ぶなぁ、でも当たった。大当たり。飛んでも当たるわ。ゲージ満タン。蹴って当たって、飛んで当たる。この当たりから空振りばっかりね。食らった。起きて、また空振り。CPU のゲージ、ほぼ赤よ、これは勝ってね。何ダウンしとんねん。何でもいいから一発当てれば勝つ。おやぁ、KO 取った。ふ、死にそうだぜ。勝ったじゃない。今度はこっちが行ってやるぜ。もう、うぷぬし、限界のはずだぜ。はい、蹴られます、当たります。ダウンから立って、蹴っても空振り。うぷぬしが苦手なやつだぜ。パイらしい動きで綺麗だわ。蹴られて、飛んでますよ。うぷぬし、お得意のリスキーな攻撃だな。だからガードしなさいって。うぷぬし、パイステージの音楽も大好きだぜ。負けたけど、ここからの音楽も懐かしくて好きだぜ。うぷぬし、疲労困憊で、コンティニューしないぜ。ゲームオーバーまでパイを放置するぜ。猟奇的な変態？パイがAでいるのを見るぜ。食悪。うぷぬし、パイのこの表情久しぶりだぜ。あ、そうそう、ゲーセンでも、採点してくれるのよね。今の段位認定システムみたいなもんだな。ゲームオーバー。この後、エンディングまで行けば、イニシャルを入れられる画面ね。うぷぬしは死んでいるから、また今度な。で、またオープニングムービーね。当時うぷぬしは、このムービーが流れていたら、一人ゲームのように座ったぜ。今日はバーチャファイター3の話だったのね。ちゃう。はぁ？今までは、予告編だな。じゃ本編は？これだぜ。バーチャファイター e スポーツやん。もう、バーチャファイター3でお腹いっぱいよ。あかん、あれはあれだけで今度ちゃんとやる。行くぜ。視聴者の皆様、長くなります。それでだ、PS5 が当たったのはいいが、予想通りグランツーリスモ7の発売は延期されるし、うぷぬしは、対戦格闘かレースしかしないからね。夢にも思っていないというか、この時代、まさか新作をプレイなんかできない。すると突然、バーチャファイターの新作の配信のメールが来た。うぷぬしはちびりそうになりながら、ダウンロードしたぜ。本当にちびってそうね。じゃ、オープニング行くぞ。引き続き、ご注意になる。今の時代は絶対出るわね。飛ばせないんで、ずっと待っていると。あ、BGM 消すぜ。セガのロゴが出るとこの音が、ボーン、だろ。あんまりセガの CM ないけど、最新はこれね。ある日、うぷぬしは待ちきれなくて無意識に、決定ボタンを押しっぱなしにしていたぜ。やりがちね。すると、これだ。セガー、と懐かしいだろ。泣きそうになるぜ。まあね。うぷぬし、セガが好きなんだぜ。セガ派なのね。裏技だな、BGM 消すぜ。オープニングムービーね。綺麗だわ。最新だからな。これくらい綺麗に進化するわな。オープニングムービーが始まったら飛ばせるぜ。うぷぬしも、真面目に全部見たこと。2回くらいしかないぜ。みんな早く遊びたいもんね。バーチャファイター3は毎回見ていたぜ。好きねえ。うぷぬし御用達のパイだ。ちょっと幼くなった？3よりはな。本当に、うぷぬし3好きね。音楽も今風だな。
ウプ主的には、3が最高だがな。はいはい、知ってるわ。ウルフ寒そうだわ。王の真ん中が次のジェフリーステージだな。凝った演出ね。これくらいやらんとな。影だわ。なんか、化粧が濃いな。新キャラが増え。復活したキャラまでいるからね。長いよな。そりゃ、みんな飛ばすわよね。今度のジャッキーは、元気そうだが、目つきが悪いな。アスファルトが水に変わるぞ。あ、シュン。ウプ主は、このイカダステージも好きだぜ。なんか、楽しいわよね。ああ、リオンは嫌いだぜ。トリッキーなキャラは苦手だぜ。葵だわ。3で追加されたキャラだな。1996年の AO 優勝で、モデル3基盤と共に演舞を演じたのは、ウプ主は腰を抜かしそうになったぜ。はいはい、わかったわかったから。なんか最近追加された新キャラたちは、強いよな。確かに多いわね。この辺いらんで。鉄拳の対策かな？しかし長いわね。居眠ってしまいそうだぜ。寝ないでよ。こういう画面が多いな。ああ、こいつなあ。変なとこから飛んでくるよな。アイリーンはどうなのよ。こいつもトリッキーで嫌いだぜ。それに負けると腹立つわ。復活した高嵐よ。なんで出てきたかわからんが。やっぱり鉄拳対策か海外向けかな。あ、まだいたわ。もう、みんな出ただろ？やっと、終わりそうだぜ。疲れたわねー。またこれや。仕方ないわね。並んどる、並んどる。大勢になったわね。こいつは仕方ないな。やっと終わったぜ。グランツーリスモ7よりははるかに短いが、長かったぜ。もうプレイできる？放置すると、もう少しあるぜ。もう少しで一瞬暗くなるぞ。お。プレスエミーボタン、だ。ウプ主、どれでもいいから押しなさい。はよう3回。押した。ロード早。PS5 やし、ドリキャスと比べたらんといたって。メインメニューね。もう、ネット接続前提の、今選んでいる、ランクドマッチモード専用。みたいなもんだぜ。どこの国の年齢も性別も、わからん相手と戦うのね。あまり信用できないが、相手の条件を少し選べるぜ。やっぱり、ウプ主はパイを使うのね。って、いうかパイしか動かせないぜ。パイしか使わないからね。これだけ初代からやっていて。サブキャラすらないからな。それにしちゃ下手ね。そうなんだが。お、やっと相手をひたすら待つ画面だぜ。黒い方が、ウプ主で、もう一方が CPU だ。相手が見つかるまで CPU 相手に練習できるが。ウプ主は、何にもしないのね。てな感じで待つぜ。別の日の動画だが、こんな風に見つかるぜ。20秒すると勝手に試合が始まるぞ。トイレも行けないわね。ウプ主実際トイレ行って、帰って負けてたことあるぜ。しゃあないけど、アホね。ま、そんな感じで10球から始まり。徐々に勝手段位を上げていくのね。10球から1球までは、試合さえしてれな、勝っても負けても上がる。初段から10段までは、段位認定戦で。勝たないと上がらない。ゲージの残り具合によっては、負けたら降格するぜ。まあ、10段まではなんだかんだ言っても。初心者もいるのか？まあ上がれるぜ。なんか、語るわねえ。昔あった、VF ネット思い出すぜ。あの頃はゲーセンが華やかだったわね。カード買ったよな。それでだ、10段の次から。電子から始まる、称号になる。称号になっても負けが続けば降格する。が、電子だけは昇格することはあっても。負け倒しても、降格して10段には落ちない。へぇ？だが、10段から電子になるのが意外とむずいぜ。ウプ主は電子になったの？おう、10段に勝ってなったぜ。ということで長くなりすぎたので。ほ、当時サムネイルも何にもなしで適当に。PS5 から直接アップした動画を再度やるぜ。はいはい。10段同士の私の段位認定戦だぜ。相手キャラはレイフェイ。私が2セット戦死した3セット目だぜ。まだダウンロードして間もないから。髪型と靴以外はカスタマイズしていないぜ。ウプ主の体の下に、勝てば昇格が出てるわね。あの表示は緊張するぜ。飛ばされても、今のところ優勢ね。ダウンカラー。P 連発で KO。ついでに回してリー。当たった時のエフェクトとゲージが派手だぜ。昇格して練習になりました。よく動くねえ。あなたには空腹が足りないわ。言ってやったぜ。ウプ主、
精神衰弱してメインメニューに戻るぜ。他にもいろいろメニューがあるわ。今までとほとんど変わらんが、ランクドマッチの下の黒くなっているのが、土日の週末はトーナメントが開催され、お、黄色の枠で囲まれているのがウプ主だ。あとは始まるのを待つ。あ、間もなく開始の表示出たわ。最初の対戦相手が決定する。ウプ主、一戦目は不戦勝でラッキーね。これ、ゴールドカップとシルバーカップがあって、シルバーカップは大体、同段位同士が当たるが、このゴールドカップは無差別で当たるぜ。なので、ウプ主は別赤で6段に落としているが、意味ないのね。なのでトーナメント表から、ウプ主は烈士の皿と、つわもののレイフェイトの、戦いの勝者と当たるのね。そうなんだ、ウプ主的にはランクは、レイフェイの方が皿より上なんだが、レイフェイとの戦いに自信があるらしく、逆にサラは苦手なんで戦いたくないんだ。だから、レイフェイに勝ってほしいのね。そうなんだぜ。なんて言っているうちに、ウプ主の順番だぜ。カウントダウンは緊張するわね。もう見えたよな、相手は格上に勝ったサラだぜ。ウプ主、嫌だろうね。って、言うより、戦意喪失しているだろうな。軍風が足らないわなんてつけてるし。始まるぜー。強そうにカスタマイズしたサラダは、負ける気しかしないな。ウプ主、お得意の超リッキーな攻めね。当たったけど反撃食らいまくり。少しはガードしろよ。お、よろけさせたけど空振り。ウプ主、手加減手加様子見られているのか。また当たった、で間合いを取った。ダウンさせられて、起きながら蹴る。結局、この兄弟はサマーソルトで勝つんだぜ。リプレイ飛ばした、せっかちな相手だな。ウプ主が動くのを待ってる？相変わらず、B 連発ね。だから、ガードしろって。ああ、まだダウンね。ウプ主、なんかかっこいいぞ。リスキーだけど大当たり。おっおっお。よく当たるねー。あと一発で勝てるぞ。蹴られても、ウプ主ファイター。勝ったぜ。せっかく勝ったのに飛ばすなよ。焦り出した？また待ってる？ウプ主、逃げたら、押す。ウプ主、いつものダウン攻撃やろうと。思って入力ミスして、やられたな。どんどん下段を攻めちゃえ。ダウン攻撃成功。駆け寄ってかっこいいと思ったら、またサマーソルトかい。起き上がりながら回し蹴り。ウプ主、2ラウンド取ったぞ。リプレイも飛ばさなかったな。だんだん焦ってきた。ウプ主、どんどん先制攻撃やで。一進一退って感じで蹴った。ダウン攻撃大当たり。間合いができてもどんどん行くで。ガードされてもぶっ叩く。お得意の攻撃かわされた。掴まれそうになっても攻撃。いてぇなぁ。お返しやぁ。KO、ネトKリプレイやでぇ。飛ばさなかったぜ。ウプ主、セリフ言えました。勝ったわよ。ウプ主、勝ったが、これで進めるわけではないぜ。え？あと、同じ皿と2試合あるんだ。3試合のうち2試合勝たないと勝ちにならないのね。で、この後ウプ主は？霊夢、お腹空かないか？いやいや、勝ったの負けたの？動画の時間が長いんで、あとは割愛するぜ。負けたのね。一気スプレッチ会員やパーニッシュ。何言うとんねん。今まで、3位や、ほう、2位もなったぞ。へぇ、1位もあるでー。あらー、ま、出場人数や、時間帯によるがな。そうだわねー。まあ、まだまだあるんだが。長くなるんで今度にするぜ。ボーナスステージに続きエンディングムービーだ。アーケードモードで一発だけね。ウプ主、負けるためにやったぜ。普通のコントローラーでな。アケコン使っても負けるでしょ。そうやな。アケコンに変えるのが面倒だったんだろうな。では、行きましょうか。長い動画に、最後までお付き合いしていただいた皆様、大変お疲れ様でした。何かお気づきの点や、リクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。通常ならフェードアウトなんかして終了なんだが、エンディングムービーもまだやってるし。それで、この後、おまけを入れよう。何？裏技だぜ。
ボタン押しっぱなしの、セイガーやったやん。バーチャファイター3のだぜ。見たいわ。あの時代はスタッフのノリか？もう、いっぱいあるぜ。全部やってたら、また時間がなくなるので。取り消すでできる裏技の一つをやってみるぜ。戦うの？いや、ある条件で戦った後だな。この裏技はかなり有名だぜ。そんなに有名？面白いんだぜ。当時のゲーム雑誌には、必ず載っていたはずだ。早く見たいわ。エンディングムービーも、影まで来て。長かったが、もうすぐ終わるぜ。ムービーの後、スタッフロールになるから。文字だけになるのね。そこで見せるぜ。もう終わるぞ。最後は、ラウパイアキラの順かな？そうだな、次、アキラで終わるぜ。よし、終わったぜ。セイガー。スタッフロールになったら、行くぜ。条件の作り方はいろいろあるが、相手キャラは誰でもいいが、誰でもいいのね。ニューチャレンジャーで乱入だ。懐かしい文字と声だぜ。ゲーセンで向かいで効果を入れた音を聞いた気分だ。影で 2P カラーを選択し、次にアキラステージを選択。ほうほう、乱入した時にステージを選べたわね。影、出たわ。ロードが長いわ。まあまあ、もうすぐ始まるぜ。始まった。それで、試合なんだが。うんうん。どうやってもいいから、影に。エクセレント勝ちしてほしいんだ。すると、リプレイの後に。ピースをする影の頭に、タライが落ちるぜ。おお、おもろいわ。ゲーセンでもやっていたぜ。では、最後に。ゲームオーバー。